皆さんこんにちは、しじろうです。毎週恒例紹介銘柄週間報告をさせていただきます。この動画は過去に投稿した絶対に買いたい3銘柄第1弾、第2弾、第3弾をフォローしていく動画です。先に自己紹介をいたします。しじろうの米国株ブログを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、Twitter を中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また名社会員です。名社やプライベートに関してもブログでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、しじろうの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイヤリティファーマーのチャートです。今週は特にニュースはなく下落、週間騰落率はマイナスの 3.2% でした。次の銘柄はユナイテッド航空です。最終的にはほぼ同じ価格で終了、週間騰落率はプラスの 0.1% です。ここからは第2弾の紹介銘柄です。 NC のはボラティティ低く推移、週間騰落率はプラスの 0.4% です。次はドキサインです。2週分の上昇、週間騰落率はプラスの 1.5% です。次にクラウドストライクのチャートです。堅調に推移した1週間でした。週間騰落率はプラスの 2.8% です。ここからは第3弾の銘柄です。ズームビデオは他のハイテク同様上昇、週間騰落率はプラスの 1.4% です。次にズームインフォです。決算後に大きく上昇、週間騰落率はプラスの 20% です。最後の銘柄はロイヤルダッチェルです。堅調に推移、週間騰落率はプラスの 2.5% です。来週の株価展望を紹介します。ロイヤルティファーマは8週連続の下落です。8月11日に決算発表が予定されており、良い数字を期待しています。現在下落基調ですが、特に問題はないと思います。ユナイテッド航空は2週分の上昇となりました。7月20日の決算発表は良い内容でしたので問題ないと思います。第2弾の銘柄です。NC のは2週分の上昇、ニュースはなく地合いによる推移です。ドキサインは2週分の上昇となりました。新高値圏を維持しています。来週の地合いに注目です。クラウドストライクも2週分の上昇、新高値圏を維持しているも停滞中です。高いバリエーションの影響か、やや動きが悪い印象です。第3弾の銘柄です。ズームビデオは3週連続の上昇、特にニュースはないですが良い価格帯を維持しています。ズームインフォは2週分の上昇、8月2日の決算は非常に素晴らしく大きく上昇しました。新高値も一時的に更新しました。バリエーションは高いので注意したいですが、今後も注目です。詳しい内容は動画をまとめていますので、よかったらご覧ください。ロイヤルダッチェルは2週連続の上昇、緩やかに上昇しています。ホールド第一で問題ないと思います。個別株の推移です。今週は ADP 雇用統計後に大きく上昇し、雇用統計後に下落しました。ハイテク銘柄のボラティティは高くなる傾向にありますので注意です。来週は新高値に近いズームインフォと決算発表があるロイヤリティファーマーに注目です。今後の投資戦略についてお話しします。週間騰落率 S&P500 プラスの 0.93%、 ナスダックプラスの 1.11% でした。金曜日の雇用統計は強い数字で経済回復が現れていました。テーパリング宣言とバリエーション訂正に備える時が近づいてきています。8月のジャクソンホールでも発言に注意が必要です。またハイバリエーション銘柄はどのタイミングで未来の金利を反映し始めるか不透明です。ホールド第一でいいと思いますが、ボラティティに注意が必要です。最後にシジローの投資スタンスはニュートラルを維持です。来週は水曜日に CPI 発表があり、注目が集まります。前後のボラティティに注意してください。シジローは長期銘柄はホールドしつつ、短期銘柄などは処分を再開しています。不透明な相場では無理をせず、投資の核を守りつつ投資を継続していきましょう。リスクマネジメントをしっかり継続してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また友達や周りの方にもぜひ進めていただけると嬉しいです。ブログ、ツイッターも毎日相場について更新しているのでフォローお願いします。以上、しじろうでした。また見てください。